こんにちは。速報健康なの時間がやってまいりました。最近暑くて、夏バテ気味な方多いですよね。そういう方に、おすすめの疲労回復のための、体操をご紹介したいと思います。やり方は簡単です。仰向けに寝てお腹に手を置きます。そして足の裏を合わせて、こう骨盤が開いているイメージでそのままリラックスしてこうじっとする、それだけです。お腹と足先を、ぬくめることで、リラックスモードになって寝やすくなり、疲労回復につながると言われております。では早速やっていきたいと思います。まず仰向けに寝ます。そして、手はお腹の上に乗せます。このまま足の裏同士を引っつけて開いていきます。たったこれだけです。足を開いてるとだんだんこう呼吸がふーっとこう入ってきて息がしやすくなってきます。だいたい3呼吸から、5回ぐらい呼吸を行ったところで1セットとします。それで一旦寝てもらって、もうリラックスして寝れそうならばそのまま寝てもらえて寝てもらって、ちょっとまだ体がちょっとこわばってるなとか緊張気味だなと思う方はもう2セット3セット行ってください。本当に簡単な体操なので、難しくなくやることができます。これからどんどんまた暑くなってくるので体力の消耗も激しくなります。なので、ぜひ寝る前に取り入れてみて健康促進のために行ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。